乾燥体制理論の組み合わせに起因するパラドックスである。物理的情報はブラックホールの中で消失するため多くの量子状態が同じ状態をとることを許容する。これはある時点での物理系に関する完全な情報は別の時点での状態を決定するべきだという科学的方法の原則から逸脱するため論争を呼んだ。量子力学の基礎的な前提では K の完全な情報は波動関数の収縮まで波動関数の中に埋め込まれる。波動関数の進化はユニタリさ要素によって決定され、ユニタリティは情報は量子状態に保存されることを示唆する。これは決定論の厳しい形である。二つの主な原理が存在する。この二つの組み合わせは情報が常に保存されなければならないことを意味する。 1970年代からスティーブン・ホーキングとヤコブ・ベッケンシュタインは一般相対性理論と量子上理論に基づき情報の保存に矛盾するように見えるブラックホール熱力学を創始した。特にホーキングの計算はホーキング放射によるブラックホールの蒸発が情報を保存しないことを示した。今日では多くの物理学者がホログラフィック理論がホーキングの誤りを示し、 情報は実際は保存されると信じている。2004年、ホーキング自身も賭けに負けたことを認め、ブラックホールの蒸発は、実際は情報を保存していることに同意している。生成し、その後完全に蒸発する、ブラックホールのペンローズ図落ち込んだ情報は、得意点に達している。下から上へ向かう縦軸は、時間を表していて、 左から右へ向かう横軸は空間を表している。1975年、スティーブン・ホーキングとヤコブ・ベッケンシュタインは、ブラックホールがゆっくりとエネルギーを放出していることを示した。ブラックホール脱毛定理からは、ホーキング放射がブラックホールに落ち込む物質とは完全に独立であることが期待される。にもかかわらず、ブラックホールに落ち込む物質が純粋な。 量子状態である場合、ホーキング放射が混合状態に変化することで、元の量子状態に関する情報を破壊する。これは、リュウビルの定理を破り、物理学的なパラドックスを生じる。より正確に言うと、量子もつれの純粋状態があり、もつれの一部を保ったまま他の一部を、ブラックホールに投げ入れると、混合状態となる。しかし、有限の時間内に、 ブラックホール内部のすべてのものは重力の特異点に集まるため部分跡も物理系から完全に消失する。ホーキングはブラックホール熱力学の方程式とブラックホール脱毛定理から量子情報が破壊されるという結論が導かれると確信していた。これは多くの物理学者を悩ませ、ジョン・プレスキルは1997年にホーキングおよびキップ・ソーンと ブラックホール内の情報は失われないという賭けをしたことが有名である。ホーキングの洞察はサスキンドとホーキングの論争を引き起こした。この中でレオナルド・サスキンドとヘーラルトとホーフトはホーキングの解放に対して公開の宣戦線布告を行った。サスキンドは二千八年論争について有名な著者を表した。この本は戦争は 純粋に科学上のもの、論争を集結させた問題の解放は、トホーフトによって最初に提案され、サスキンドによって正確な原理論の解釈が与えられたホログラフィック原理である。この理論については、サスカンドクワシャス、ホーキング・イン・クボーレル、オーバークオンタム・クワンドリーという論文のタイトルが付けられた。パラドックスをどのように解決するかのアイデアには様々なものがある。 1997年のアズ CFT 対応の提案以降、物理学者の間では、情報は保存され、ホーキング放射は正確に熱的なものではなく、量子補正を受けているとの考え方が大勢を占めていた。その他の可能性には、情報は、ホーキング放射が終わった後に残されるプランキアンに含まれるというものがある。2004年7月、ホーキングは、 自称の地平線の量子鉄道が、ブラックホールから情報を逃がすという、情報パラドックスの解決につながる理論を発表した。彼の主張は、アズ CFT 対応のユニタリティを仮定するもので、熱的ともか立場理論に対して二重性を持つアズブラックホールを示唆するものであった。彼の結論が公表されると、ホーキングは1997年の賭けに負けたことも、認め、 プレスキルにその中から情報を意のままに取り出すことのできる百科事典を送った。しかし、ソーンはホーキングの証明に納得しなかった。ロジャー・ペンローズによると、量子系でのユニタリティの喪失は問題ではなく、量子測定はそれ自体ですでに非ユニタリティである。ペンローズは、量子系は実はまさにブラックホールの中のように重力が働いてももはや、 ユニタリティを進化させないと主張する。ペンローズが支持する友形サイクリック宇宙論は情報はブラックホールで失われるという条件に決定的に依存している。この新しい宇宙論モデルは将来的には宇宙マイクロ波背景放射の詳細な分析で実験的に検証されるかもしれない。もしまであれば宇宙マイクロ波背景放射は若干低い、または 若干高い温度での円形のパターンを描くはずである。2010年11月、ペンローズと VG ガーズリアンは W マップとブーモラングのデータから円形のパターンの証拠を発見したと発表した。この発見の重要性については議論されている。ありがとうございます。